ことは危ないので絶対女性を見ないようにしてください。でここにね銀色のところがあるの分かるかな。で2箇所空いてるね、ここが目のところです。で銀色の方を太陽に向けて、こちら黒側の方から覗いてください。太陽がどこら辺にあるかなっていうのをちゃんとちょっと定めてから覗いてね、じゃないとどこにあるか分からなくてぐるぐるしちゃいます。で1人2分間ずつとさせてください。続けて長時間観察するのは目も疲れますし、痛める可能性があります。今日はですね、もう大人も子供も関係ありません。大人の方も観察していただきたいなと思いますので、人数大人の方もしたい方は手を挙げていただければ、順番に人数カウントさせていただきますので、並んでお待ちいただいたらと思います。87.3% かけます。で、それがね、実際に、目で見てもちろん、この照らしてみれば観察できるんですが、体感はほとんど、私は今日初めて体験しますので、皆さんに練習体験したいなと思いますが、実際に皆既日食の時には、もう暗くなって、温度も下がって、体で感じるぐらい分かるので、なんですが、80% ぐらいだと、あんまり感じられないかもしれません。なので、皆さんちょっと肌を敏感にしていただいて、温度をね、ぜひ肌で感じていただきたいなと思います。分かるかな、真ん中にビーズがあります。これが紫外線に、色が変わるマジックビーズです。で紫外線に変化して色が青色とか他にもいろんな色があるんですが、色が出てきます。なのでぜひねお家に持って帰ってお守り、夜寝るときにはね枕元に置いて、ね、寝ていただいたらと思います。でこんなねドリームキャッチャーって言うんですけれども、このドリームキャッチャーを今日は作ります。で、皆さん多分並んでいただいてるので分かってると思いますが、参加費が150円です。で先着から数えていって100名様になります。かけたね、半分になった。あ、また届かない。雲にかかった、見えなかった。あれ、わからん。さあ、どんな風に見えた。人じゃない。あ、本当だね。今本当にかけた。綺麗だ。うわー、今一番綺麗。あ、本当今綺麗よ。綺麗ですね。すみません。ものすごい。そうだった。
携帯で撮れるんじゃないかな。はい、今11時です。今最大にかけてますね。でも普通周りには止まってるからだけど、ちょっと分かんないですね。ちょっと涼しい感じるみたいな。涼しい感じるみたいな。いや、涼しい。うん。